成田さんで、参拝来てる人いる中で、鳥居前で車斜め付けして写真撮ってて、ガネットではない。内容はこちら。成田さんの鳥居前に、超迷惑な人がいたようです。では、ゴンマルさんのツイートより内容を見てみましょう。ゴンマル。平日の成田さんとはいえ、参拝来てる人いる中で、鳥居前で車斜め付けして写真撮ってて、クソ邪魔なんだけど。これはひどい。罰当たりだ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。神様の通り道を塞ぐとは、なんて罰当たりな。そこ、神様が通るとこわら。真ん中は神様の通るところです。神の怒りに触れる前に車どかさないと逆ご利益になる。参道の真ん中は神様のお通りになる道ですので、今頃は罰が当たってることでしょう。あまりにも罰当たりですよね。信じられません。次はこちら。車は高級でも、乗り手の知能と品格は低級なんですね。情けない限りですよ。次はこちら。成田さんって縁切りし、カップルの縁も切れるし、車との縁も切れる。やば。最後はこちら。思いっきり駐車禁止と書いてありますね。自分たちに都合悪い文字は一切読めない方なんですね。漢字読めないんですかね。参道につき駐車禁止としっかり書かれているにもかかわらず、堂々と止める愚行。漢字が読めないのか、それとも無視しているのか、許せませんよ。結論。こんな非常識な人がいる日本、やばくないですか。多分この人は参道に車を止め、写真を撮り、SNS にアップするつもりなのでしょうね。あまりにも身勝手極まりない。こんな非常識な人には、必ずや罰が当たることでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。